皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。今日はとても天気のいい一日です。この公園の周りを散歩していきたいと思います。白い車が見えました。桜の花はだいぶ散っています。今咲いているこの桜、有名なソメイヨシノとはちょっと違います。これは八重桜と言います。花びらの数がとても多く、普通の桜より濃ゆいピンク色をしています。この桜もとっても綺麗ですね。ここに見える茶色のレンガの建物はトイレになります。トイレは別の言い方でお手洗いとも言います。トイレよりお手洗いの方が丁寧な言い方になります。さて、見えてきたこの家、日本の古い古民家になります。屋根は藁でできています。これは井戸です。穴を掘って水道の役目になります。とても古い建物です。さあ、一緒に中に入ってみましょう。まるで日本の侍が住んでいるようなイメージが湧きますね。中を通り抜けました。これは水車です。水の車という漢字を書きます。広い田んぼが見えます。ここにも作業をする場所があります。見えてきた窓は、しょうじです。紙でできています。小さな子は、このしょうじの紙を破って、よくお父さんやお母さんに、怒られたものです。部屋に入りました。床は畳でできています。畳はいぐさといって草を紡ぎ合わせてできたものです。この障子、昔は明かりがなかったので、夜は自然と暗くなり、朝は明るい日差しが入ってきます。外からも家の中が見えず、プライバシーにも適していて、今でも日本の家はこの障子が使われることが多いです。今これはなかなか扉が閉まらなかったので格闘している様子です。このほうきも古いですね。掃除をするときに使いますが、今は
なかなか見ない形になっています。ここは押し入れ、物を入れる場所です。そしてここが神棚といって、仏壇を置くところになります。仏様やご先祖様を祀る場所です。この障子を開けると、床に見えるのは縁側です。今でいうベランダのようなものです。ここに座って、夏はスイカを食べたり、秋は焼き芋を食べたりしています。お茶を飲んで休憩するときも、この縁側で外の景色を見ながら、よくお話をするものです。また中に入ってきました。壁は土でできています。土を塗り固めたものです。さあ、奥に入っていきましょう。食器棚が見えてきました。コップがありますね。こういうコップは湯飲みと言います。左側にはお皿があります。左側は古いので扉が開きませんでした。何もないので、とても広く感じますね。たくさんの日差しが入っています。床は土でできています。日本では家の中で靴を脱ぎますが、この当時はまだ靴を履いていました。ここは台所です。釜という鍋があります。下は鉄でできていて、上は木でできている蓋です。この下に火を入れて料理をします。蓋を開けます。カメラを持ちながらだと片手で持ち上げれないぐらい蓋はとても重たいです。大きな鍋がありますね。天井からは光が入るようになっています。ここは現代のコンロがありますね。時々使っているのでしょう。水道もあります。蛇口をひねると水が出てきます。扉がありました。ここはタオルが物干し竿にかかっています。探検ツアー
終了です。今日はここまでです。次は字幕なしで今までの文章をおさらいしてみましょう。皆さん、こんにちは。今日も一緒に散歩をしながら日本語を勉強しましょう。今日はとても天気のいい一日です。この公園の周りを散歩していきたいと思います。白い車が見えました。桜の花はだいぶ散っています。今咲いているこの桜、有名なソメイヨシノとはちょっと違います。これは八重桜と言います。花びらの数がとても多く、普通の桜より濃ゆいピンク色をしています。この桜もとっても綺麗ですね。ここに見える茶色のレンガの建物はトイレになります。トイレは別の言い方でお手洗いとも言います。トイレよりお手洗いの方が丁寧な言い方になります。さて、見えてきたこの家。日本の古い古民家になります。屋根は藁でできています。これは井戸です。穴を掘って水道の役目になります。とても古い建物です。さあ、一緒に中に入ってみましょう。まるで日本の侍が住んでいるようなイメージが湧きますね。中を通り抜けました。これは水車です。水の車という漢字を書きます。広い田んぼが見えます。ここにも作業をする場所があります。見えてきた窓は障子です。紙でできています。小さな子はこの障子の紙を破ってよくお父さんやお母さんに怒られたものです。部屋に入りました。床は畳でできています。畳はいぐさといって草を紡ぎ合わせてできたものです。この障子、昔は明かりがなかったので、夜は自然と暗くなり、朝は明るい日差しが入ってきます。外からも家の中が見えず、プライバシーにも適していて、今でも日本の家はこの障子が使われることが多いです。今これはなかなか扉が閉まらなかったので格闘している様子です。
このほうきも古いですね。掃除をするときに使いますが、今はなかなか見ない形になっています。ここは押し入れ、物を入れる場所です。そしてここが神棚といって、仏壇を置くところになります。仏様やご先祖様を祀る場所です。この障子を開けると、床に見えるのは縁側です。今でいうベランダのようなものです。ここに座って、夏はスイカを食べたり、秋は焼き芋を食べたりしています。お茶を飲んで休憩するときも、この縁側で外の景色を見ながら、よくお話をするものです。また中に入ってきました。壁は土でできています。土を塗り固めたものです。さあ、奥に入っていきましょう。食器棚が見えてきました。コップがありますね。こういうコップは湯飲みと言います。左側にはお皿があります。左側は古いので扉が開きませんでした。何もないので、とても広く感じますね。たくさんの日差しが入っています。床は土でできています。日本では家の中で靴を脱ぎますが、この当時はまだ靴を履いていました。ここは台所です。釜という鍋があります。下は鉄でできていて、上は木でできている蓋です。この下に火を入れて料理をします。蓋を開けます。カメラを持ちながらだと片手で持ち上げれないぐらい蓋はとても重たいです。大きな鍋がありますね。天井からは光が入るようになっています。ここは現代のコンロがありますね。時々使っているのでしょう。水道もあります。蛇口をひねると水が出てきます。扉がありました。ここはタオルが物干し竿に
測っています。探検ツアー終了です。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録とグッドボタンを押してくれるととても嬉しいです。また次の動画で一緒に散歩しながら日本語を勉強しましょう。またねー。